こんにちは、こんばんは、ホビドワです。スチームワールドディグプレイ再開していきたいと思います。さて、例によって例のごとく私の環境だと若干バグってるスチームワールドディグプレイ再開していきたいと思います。辛いということで、さてさて、今回一体どんなバグ発生するのやら。まあ画面がちらついたりとかなんだけど前回もラストの方ちらついてたよ、大変申し訳ない。というか半分後かな。さて、強化をしたいんだけど、やはりお金がないか。工具は余ってないよね。よし、探索しに行こう。金がねえ。ということで、下の方に潜っていこう。これより下の方に行きたかったら、あれなんだよね。このチェックポイントがもう一つ見つかってないんだね、チューブが。チェックポイントと言っていますが。下の方へと行きましょう。ここら辺探索してないけど何もないんだよな。まれに隠し通路がある場合もあるので、それをちょっと気にしながら進んでいるんだけど。おっと、危ない。結局当たるんかい。そうそう、これを言おうと思ったんだよね。ブラッドドロップ出る確率上げてるのにドロップしてないなと言おうと思ったんだけど。ここを探索していない。この洞窟探索してないマークが出てるね。あ、してないっぽいぞ。こりゃ行ってみよう。やってねえならしょうがねえ。行ってみようじゃないか。これはこういうことなのか。下の方どうなってるんだろう。ちょっと落ちて何があるのかも見てみたいんだけど、多分こちらの方へ行けということだよな。あ、ここもだ。間に合っかな。どこにいればいいんだろう。なんか下にアイテムあったよね。ちょっと光ってたのが見えたからね。こういうことかな。やべ、こっちでいいのかな。あ、当てたっぽい。ただあそこもなんか上に行けそうな雰囲気ではあるんだけど。ここ上行けそうだよね、あそこ。あ、なんかあるぞ。やはり上に行けたのかな、実は。おそらく隠し通路的なサムシングがあったんだとは思うんだけど。よし、とりあえず取った。多分これが、要は通常のルートですよね。下は死んでしまう？下は死んでしまいそうだな。無視するか。やっぱりクリアマークがつかないということは、シークレットを入手していませんよっていうことなんだよね。この右側のケーブも実は一つ見つけていないものがあるんだよな。何なのか分かんないけど、忘れた。ボタン押し間違え。失礼。おそらくやはり隠して何かあるんだろうとは思うけど。一応注意と確認。右側なんだよな、行かなくてはいけないの。ここら辺はまあ鉱石を全く取っていないあたりになりますね。敵がいるんだけどな。あ、知らなかった。こいつ。いて、無駄にダメージを負ってしまった。ちょい待て。最悪ポータルを使用して帰ればいいんだけど、ここら辺だったらね。あ、やべ、倒しきれなかった。おっと、こいつは非常にまずいぞ。残り HP1 じゃないか。危ない橋を渡らないようにしよう。ちょっと一風変わったやつが下の方にいますね。あいつも危ねえな。倒した。うわー、俺のブラッドドロップ。うわー、何あいつ。追いかけてくる系か。追いかけてくるね。あ、壁壊すんだあいつ。足場危険だな。どうしよう。倒したいんだけど。いつまにか HP ちょこっと回復してる私。よし。どうした。あ、なんか落としやがった。ブラッドストーン。あ、こいつも落とすんだ。そしてやはり、何々を落とす確率アップというタイプのものは、多分この、あいつからドロップするものの確率も上げているんだろうな。11ドルだって。高いんじゃない？結構な量だよね、11だと。結構美味しいですね。
俺すぐ横なんだよな。あ、あれもしかしなくてもチェックポイントか。チェックポイントっぽいな。あちらの方よりじゃあちょっと目指そうか。うん、せっかく鉱石があるけど、まずは向こうかな。若干後先考えずに進んでいる気がしないでもないが、まあいいだろう。やばい、ここまで来る。倒せるだろう。いつの間にかちょっと HP 回復してるしね、今気づいたけど。うん、本当にチューブなのか、あれ。洞窟っぽいな。あ、洞窟だな、これ。もししなくても。シークレットエリアンカバー。ライトくれ、ライト。先が見えない。お先真っ暗状態だね。どうしよう、帰ろうかな、一回。おっと、こんなところに。ああ、もう場所がないや。とりあえずじゃあ一回帰るか。いて戻ろう。こんな時のためのポータルオブパードン。イエス。ということで、戻ろう。売りさばこう。87。250か。何強化しようかな。またライト？ピックアックス、バウンティーハンターっていうのが手に入るんだよね。確か敵を倒すと、確率で、お金が手に入るというものだと思うので、早めに入手してしまおう。さて、アロイスティール、ピックアックス。どうしようかな。これ確か工具が3つ必要なんだよね。そう、3つなんだな。使徒足りんな。どうしようかな。もう一個買おうかな、この工具をね。フレームオブクベラ、ポータルオブパードンは持ってた方がいいだろう。これ取るか。落ちてくるものか、自動で避けてくれる確率が発生するようになる。実際使ったことないんだね。よし、ピッケルで敵を倒したときにお金が手に入る確率が発生するようになった。素晴らしい。ここから下の方に行こう。まあ敵を倒さないと分かんないんだけどね、そこら辺。どのぐらいの確率なのか。あ、 7？ 多くない？ 7 ドルか、多いな。敵よりもっと1とかだと思ったんだけど、敵ってだってやろうと思えばたくさん出てくるじゃない？あれなんだろう、こちらのレベルとかに合わせてなのかな。7ドルだ、多すぎるだろう、いくらなんでも。このブラッドとかを売りさばくお金より多いってどうなのさ。確率じゃなくね、確実に入手してね。やはりあれ、こちらのレベルにちょっと合わせた数値なのかな。この分だと、おっと、ちょっとカクつきがひどいことになってるぞ。しばらく待機だ。まれにこうなるんですよね、私の環境。なんでだろう。ちなみに、ご存知の通り、他の動画を見てくれてる方は、他のゲームではこういうことは発生しないんですよね。で、一応、モニタリングをしているんだけど、CPU とか GPU の稼働率を。特に、上がってないんだよね、使用率。ただ、このゲームだと、なんか、録画をしていると、こうなるんですよね。ちなみに、使用機材は OBS を使用してみましょう。わお、超カクカク。ゲッセヌ。ゲーム自体はすごく面白いのに。ちょっと残念だな、ここら辺は。治らんな。なぜ急にカクカクし始めたんだろう。ウッドか。お、急に元に戻ったぞ。不明だ。まあいい。おっと、危ない。さて、あそこ右下に確か鉱石があるんだよね、取れなかったやつ。あちらに行く前に、当然のようにこちらの方ちょっと探索だ。やっぱなんかある。おお、美味しいな、敵倒すのが。あー、俺のお金が。俺のお金が。
こいつをこれで倒してもいいんだけど、これ倒すとやっぱりお金もらえないよね。ピックアックスで倒してねって出てるんだよね。あのスキルがピックアックスで倒した場合にお金が手に入るだからね。余裕があるならピックアックスで倒したいんだけど、ピキル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 トク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 。こいつも7なんだ。特に違いはないと。うん、残念。OK。いい感じなんじゃない?敵を大量に倒してるおかげでライトも溜まってるしね。あ、やべ。そうでもないか。こいつって、やばい!やばい、殺されるとこだった。あっぶんねー、死ぬとこだったーよ。割とマジで死ぬとこだった。あっぶんねー。おお、怖い怖い。ほっ、えさっ、なんだこのちょこっとした空間。これでもくれ。こいつの相手はしたくない。あ、レベルアップ。あ、レベルアップすると HP 回復するんだ。今気づいた。今気づいたよ。あーっとっとっと、やばいやばいやばい。近づくんじゃねえ。俺に近づくんじゃねえ。来いよブラザー。あ、やばい。もうウォーターない。しまった。しまった。しまった。これはまずい。これはまずい。どうする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 。ほっ。どうする、帰れんぞこれ。よし、敵が近い。敵が近いとワープができない。ここだ、今だ。一瞬でテレポートするって素晴らしい。ずるいって何をしちゃいますか。私もそう思いますけどね。素晴らしい、帰ってこれたぞ。生きてるって素晴らしい。マジで死ぬと思った。マジで死ぬかと思った。ドハハハ、危ねえ。んー、どうしよう、そろそろ HP 回復上げようかな。ただまああれ、コグで難易度が高くなるやつつけてるから、ダメージこんなもんだけど。グレムリン、キャリー、ランタン、バイダルブーツ。バイダルブーツってなんだ?これか。あ、短時間、溶岩や酸に落ちてもダメージを負わない。いいね。悪くない。なんか強力というわけではないけど、なんか使えそうなのないかな。なんか良さげなのがないかなと思って見てるんだけど、特にないかな。特にないな。敵を倒した時にさらにライトオーブが出現する確率が上がる。もう一つおまけでね、多めに出るよね。ライトが 50% 以下にならなくなる。要は周りの光がだよね。こうエネルギーというか、オイルの量が少なくなってくると、光で見える周りのね景色が少なくなってくるからね。 Eye for weakness。壁弱っている位置が見えるようになる。あ、これ欲しいな。ダブルレインボーバックパック6か。レベル6で、そうだね、リソースを2つ同時に入手できる場合があるとのことだ。では取っておこう。ダブルレインボー、ただし工具が4つ必要だね。多いな、さすがに。上で稼ぐしかない。上で工具買うしかないかな、やるんだったらね。経験値は、まあ今外したくないし、ここら辺もどうかな。デュアルディポット。一つのスロットにつき、二つまでジェムを入れることができる。これ、入れられてないんだけどな。俺の、なんか翻訳が間違っている可能性もあるけど、これは最悪取っ払っちゃってもいいな。この2つは取っ払ってもいいから、とりあえず工具はあとどちらにしろ2つは必要だね。確か次を買うのに50必要なんだよな、ドルで。なので多分その次を買う場合は75、25ずつアップしてると思うんだ。倍だったらちょっと困るけど、
倍ずつアップグレード、アップグレードじゃない、高くなっていってるんだったらちょっと困るけど、多分倍ではないと思うんだよな。お、角ついてるぞ。なんてこったい。どういう条件なんだろう、角つき。おっと、落ち着いて敵から敵の攻撃を避けることができるというメリットがあると思う。そういうことにしよう。ほっ、これボス戦でなったら面白いことになるよな。やはりこの敵を倒した時に7ドルもらえるってのはでかいな。早めに取っておいて本当に良かったと思うわ、これは。おっと、さてここら辺からあのちょいと面倒な敵が出始めるんだよね。この試しにこちらの方を崩しているけれど、あったあった、これ取ってなかったんだよな。この辺をちょっとディグディグしていこう。こう、取っておこうね。おっと、金金金金、美味しいです。さて、下の方に何かないのか？この前もこっち来たんだけどね。危ねえな、これ。おっと。倒した。ついでにブラッドドロップ。ああ、俺の嫌いなやつがあんなところに、ここにもいるよ。お、勝手に自滅してくれた、素晴らしい。アイテムを取らないとな。撃たなくてもこれで倒せるかな。倒せるね。あいつ危ねえよな、ほんと危険なやつだよな。あ、やべ、下に来すぎた。ほんとクレイジーなやつだよな、トリコは。なかなか目的地のホラー穴に結局行けてないんだけど、何かで別のところ探してますよね、俺。そう、ここさっき落ちて、下が地獄なんだよな、あそこ。地獄なので、行くのは今やめよう。今やめよう。本当危ない、あそこ。やめた方がいい。最後行くならこっち。OK。あー、結構あるな。オッケー、どうしようこれ。一応満杯付近なんだけど、一回帰るか。痛い、打ってと。おお、あぶんね、あぶんね。こいつ嫌い。ここか。行きにくい場所だな。こう途中にねあれがあるから行きたいんだけど、なかなか行けない場所ですね。行きにくい。よし、こちら、ここら辺かな。ちょっと場所が微妙ですよね。行きにくい。この前作で覚えたスキルを使って、スキルというわけではないけど、あ、もう入らない。全部取れないか。よし、一旦帰ろう。ここでは使えない。それはなぜに。使える。で、あの道中にあったものを回収してからまた戻りゃいいだろう。今回は多いな。そしてプラス 30% だからね。なかなかの量になります。ここのパワー、ここでパワーアップしてしまいたいんだけど、まずは工具を買おう。一旦工具の方が重要だろう。もう一個あるんだろ、ブラザー。75なんだろ、言ってごらん。100だ。高え、足元見やがって。倍だ。じゃあ次 200?150 だ。最初だけ20、25で、
安いんだ。覚えてる、ブラザー。忘れねえからな。さて、ではこれを取っちゃいましょう。とりあえずいらないやつを外して、これとこれかな。自分にもただ爆発が当たるようになるので気をつけよう。ということで、これを入手。次何強化しよう。ランタンとか HP でももうこの際いいよね。後半になるとおそらく前作と同じであれば、水の最大値を上昇させておくとだいぶ楽になるんだけど、まだそれほど水を消費する技というかね、アップグレードを持っていないので、今のところは別に気にしなくていいだろう。そう、これはリソースだけど、リソースの入っている壁を壊した場合のみ2つ同時に入手する可能性があるっていうことでいいんだよね、多分。別にどれでも、例えばこいつらからブラッドドロップを入手するときに確率でブラッドドロップ2つ入手することがあるとかってわけではないんだろうな。 OK、 ここは目的地ではない。あの石はどこだろう。先ほど放置したやつ、あれどこだ。ここら辺？どこいたっけな。あったあった。でっと、いい加減ここ行こうぜ。お、ザ・オアシス。あ、ここが目的地か。おお、爆弾置かれてんだけど。このミュータントたち、ここで何やってるんだ。眠ってるようだから静かにして、フェン。話す。シャエフティ・シャウン。これ要は人か。原住民なのかな。ほら、主人公たちって一応ロボットというかスチームロボだから。へい、ボウェディア・シンキ・ヤゴン。何語なんだろう。また地震だ。やっぱ人だね、これは。レインフォースメントス。また地震か。そしてまた危険なロボット。話せる。話せるか。だって、私たちと話そうとしたことはないのかい、ロボット。そうね、ごめんなさい。ここに戦うために来たわけじゃないの。私ただいなくなってしまった友達を探しているの。まあ、見た、似たようなのを見たことがあるということです。ラスティ、とうとうこの地区にいるのか。てかラスティ何してんだ、なんで消えたんだろう。うん、スチームボットをこの中に入らせるのは得策ではないとは思うけど、あなた真面目そうだし。私はロージー。さあ中で話をしましょう、ついてきて。ということで、ちょっとここら辺を飛ばしちゃいますが、これ壊せたりする。下が3か。お、これでショートカットができるようになった。素晴らしい。ショートカットここだったのか。新しい街のような場所だったからちょっと時間がかかってしまったんだね、着くまで。さて、もうちょっと経ってから打った方が良かったかもな。ただ何か強化できると思うんだよね、これで。強化どうしようかな。ランタンか HP か。 HP を先に上げようか。危ねえからな最近な。さてさて、といった感じで今回はちょっと短いのですが、ここら辺で終了したいと思います。ご覧の通り、残念ながら多分この画面がカクつくのはどうしようもないので、このまま進行したいと思います。ごめんよ。さてさて、また次回でお会いしましょう。ホビドワでした。